2019年の9月税込みで6314円引かれております。1年で計算しますと、オーマイガー。単純なカット編集であればキーソフトでも大丈夫なんですけども、やっぱりできることが次元が違う。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうもみなさんこんにちは。監督ラボの監督です。今回ですね、私監督ラボの映像編集のソフトをですね、紹介していきたいと思います。始めたのは、不思議箱屋という自主制作映画のですね、映像編集もやっておりまして、今現在この映像の編集ですね、は、Adobe Creative Cloud Complete Plan というものですね、月額料金を支払って、Premiere Pro という映像編集ソフトで編集をかけております。毎月いくらかかっているか、請求書を見てみたいと思います。2019年の9月税込みで6314円引かれております。1年で計算しますと、74,976円。はっけーぞ。ヒューマンアカデミー通信講座というものでこのアドビをですね利用しておりました。でその時の金額が年間で29,800円。はい、同じソフトを使っているのに 45,167円も追加でですね支払っておりました。はい、というわけでですね、こういったことにならないためにも今回ですね、 Adobe Creative Cloud を使っている方でお得に契約して快適に使う方法を共有していきたいと思います。あらゆるクリエイティブな作業に使用できる最高峰のソフトウェアです。いわゆる業務用の最上位ソフトと言っても過言ではありません。 Adobe CC はですね、クリエイターを目指す人にはもう必須なソフト。まあ、しかしですね、これがかかりますね。賢く契約すれば常に世界最高峰のソフトを使うことができるんです。でこの Adobe CC の歴史なんですが、以前はこういったサブスクですとかクラウドではなくソフト版も販売されておりました。2018年の CS6 を最後に月額制クラウドソフトに変わりました。で私監督がですね、映像編集というもの、最初の頃はですね、パソコンを使わずカメラで録画ボタンを押して次に移動して撮るというですね、まあ、ノー編集スタイルでやってたのですが、編集ソフトを触り始めたのが2005年で、それからまあ様々な映像編集ソフトを触ってきました。まあ、長くやっている自分から言うとこのソフト一択ですね。将来的にクリエイティブな仕事をしたい方はですね、間違いなくこの Adobe 一択です。まあ、単純なカット編集であればフリーソフトでも大丈夫なんですけども、やっぱりできることが次元が違う。例を挙げるとですね、大乱闘スマッシュブラザーズで強豪たちが揃うバトルがスタート時に目の前にハンマーが置いてある。まあ、そんな感じですよ。まあ、ハンマー使ったら自分も守られてるし、武器も強いし、もう無敵っていう感じですね。ある程度ですね、やっぱ慣れは必要なんですが、操作性、拡張性を考えると、もうとにかくおすすめなソフトです。この Adobe 製品の一番の魅力としましては、他のソフトと連携がとてもシームレスにできるというところですね。例えば、Premiere Pro で映像編集をして、で、そこに画像を載せます。で、その画像を加工したい場合、Photoshop を立ち上げて、こっちで修正をすると、もうこっち側に自動的にシームレスに加工されたものが変わっていきます。こういうところがとても便利です。この Adobe CC なんですが、単体で買った方がまあ安いには安いんですけども、今後の拡張性を考えると一本にした方がお得です。ぶっちゃけ選ぶソフトにもよりますが、2つ3つ買うとコンプリートプランの金額を超えてしまいます。なのでもうコンプリートプランで間違いないと思います。はい、でこの Adobe CC なんですが、じわじわですね値上げがされております。29,800円と言ったのですが、現在この金額は残念ながらありえません。情報を調べてみますと、2019年の2月値上げがされまして、月ですね700円も上がりました。年間で言うと8400円ぐらい上がっております。はい、ではですね、お待たせしました。ここからですね、どういった選択をすれば一番賢くお安く使えるのかというところですね、共有していきたいと思います。でまず3つほど購入する方法があります。1つ目、公式のアドビからサブスク契約をすること。2つ目、
Amazon でコードを買って使うこと。3つ目、こちら大本命です。通信講座で年間契約をすること。この3つです。まあ、裏技的にもう1個あるんですけども、ただこれはちょっと限定されております。それぞれちょっと見ていきたいと思います。まず1つ目、公式で買う方法ですね。公式サイトの通常価格が個人仕様で税込み6,284円です。年間で言いますと74,976円です。まあ、高いですよね。公式さん意外と高いんです。定期的な割引セールというものもやっておりますので、そういったところで契約するという方法もありますが、まあ、やはり他のものと比べては高いです。2つ目、 Amazon で購入する。先ほどの公式さんよりはお安く購入することができます。購入するといってもこちらはですね、1年間使えるコードというものをですね、 Amazon で購入しまして、それを打ち込んで1年間使えるようになるという。 Amazon さんをですね、今見てみますと月額税込みで5,424円、年間で65,096円。まあ、先ほどの公式さんよりかはお安く買えます。しかし、まあ、3番の大本命に比べると高いです。本命いきますよ。通信講座でサブスク契約をすること。アドビスクールパートナープログラムとなっているスクールで通信講座をセットで購入するという方法になります。決して不正ですとか裏ルートの購入とかではなく、正規の販売方法ですのでご安心ください。こちらのプログラムなんですが、アドビが出す厳しい審査基準通過したスクールのみ販売が許可されております。現在ですね、調べてみますと4社出しております。それぞれですね、価格ですとか、あとそのプログラムの内容が変わっておりますので、自分に合っている会社を選んで、まあ、1年間契約するという流れとなります。で、一般的にはですね、この4社どこかから契約をしまして、ライブコードというコードが来ますので、それをですね、インターネット上の場所にですね打ち込みまして、でそこでソフトを自分でダウンロードして使うという流れとなっております。通信講座のセットで購入するという場合もですね、先にお伝えしました本家公式と Amazon で購入する方法と何ら変わらない使用環境となっております。現在はですね、価格差がまあほぼあります。まあ、どのスクールもですね、まあ、ざっくり4万円前後となっております。契約が切れますと使えなくなってしまいますので、またライセンスを更新するか、もしくは他のですねスクールに変えるという方法がですねおすすめかと思います。あとですね、このライセンスなんですが、まあ、基本1年で契約するかと思います。1年経過しましたら切れてしまいます。購入に関しては、事前に購入をしておいて、でそれのコードを入力しなければもうスタートしないので、たまにそのスクールもですねお安い期間というキャンペーンというものをやっておりますので、まあ、私監督の場合はですね、もう今ちょっと見たら特に今セールはやっておりませんので、もうすぐ買っちゃいました。デジタルハリウッド入りました。アドビマスター講座ソフト付属というものですね。監督がですね選んだ理由としました、基礎が選べるオンライン動画教材、イラストレーターですとかフォトショップですね。というわけでですね、この PDF を開きますと、はい、こういった内容でですね、スターエフェクトとは、CM を制作してみよう、企業イメージビデオを作るですとか、いろいろと含まれておりますので、このデジハリに決めました。ではこの3万9000円ですね、購入していきたいと思います。では右下にあるこの講座に申し込み、講座名がアドビマスター講座ですね。受講料が3万9000円です。大丈夫だということで申し込みを押します。本講座は手続き完了と同時にアドビ CC のシリアルが発行され、受講が開始されます。では OK を押します。OK、 ショッピングカートに入りました。アドビマスター講座、アドビクリエイティブクラウド12ヶ月分ですね。まあ、クーポンとかは特にこちらありませんので、では自分の情報ですね入れるというわけですね。お支払い方法なんですが、はい、ご注文内容は間違いありません。番号ですね入れていきます。支払い方法は一括でいいや。はい、というわけで送信をしました。ご注文内容はお申し込み確認メールにて送信しました。もう一通メールが来ておりまして、動画講座の紹介ですね。URL がありますので、こちらにメールとパスワードでログインして受講開始になります。はい、こういった形で契約をして、そこに取り込んでコードを入れて使用するという流れとなっております。やはり映像編集をこだわる方はですねおすすめです。というわけでですね、もう4万円は無駄にしないぞ。もし興味がありましたら概要欄にですねリンクを貼っておきますので、ぜひ見てですね、この機会に申し込みなりです検討する材料になっていただければなと思っております。というわけでですね、この監督ラボでは面白い動画、今回のようにためになる動画をいろいろ作っております。ぜひですね、他の動画もたくさん出しておりますので見ていただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。 Oh my god、 アドビクリエイティブクラウドというですね、自分の身の前に、通信講座でアドビが出す厳しい審査基準を厳しい審査基準